こんにちは。皆さんこんにちは。どうしてる保育園選びの時間です。どうしてると言ったものの、今はもう二次調整が、はい、済みましたね。トメ氏は、はい、13日に締め切りをして、締め切りがもう過ぎましたね、はい、今日はバレンタインデーの翌日15日に参加してます、ね、ですのでこれで皆さん手続きを済ませました、はい、その結果が、まあ、2月中にはそうですね、2月中月末ですね、ね、判明していきますので、こちらはあと結果をお待ちください、はい、ね、で後藤とゆきんこさんはこれただ待ってるぼーっとする動画にできませんから、はいはい、ここでね、この待ち時間のこの2週間の間、はいはい、仙台六丁の目、それから多賀城も完成して全園本漆喰になったよというお話を、はい、今回を深掘りしちゃいたいと思います。はい、はい、皆さんね、知っている人はそれいいんですよねって言うよね。言いますね。ね、これはその今回保育園を舞台にしたので、はい、ね、赤ちゃんがいる環境を考えるママと保育士さんが意気投合する話ですね、はいはい、そうです、はいはい、ですからあの園では空気をピカピカにしてありますので、はい、安心して預けてくださいね、うん、じゃあお家どうなってますって振り返ってもらうんですよ、はい、このママたちに、はい、ね、そしたらこれはまあアンケート取ってみなきゃ分かんないけど、うん、90% 以上クロスでしょう。そうですね、うん、壁の種類って聞かれた時に、うん、クロス以外何があるんだろうって最初思いつかなかったぐらい、そうクロスの割合って多いんじゃないかなって思います、ね、そうすると今までそれで、まあ、体調が良くないなとか、はい、ね、とんかつ社長のアドバイスだと皮膚とか喘息とか、はい、うんうん、いろんなところにね、あの症状が出ているのを、はい、これが空気のせいです、カビのせいです、うんうんうん、あとはウイルス、はい、のせいです、うん、ここら辺の結果をねたどりきれてない方が多いみたいなんですよ。うん、うん、なので今回は赤ちゃんだったらばもっと反応が敏感になっちゃうので、はいはい、そこをね、一番保護できるというところから考えていくと、うん、ね、小学生だって中学生だって大人だって、はい、うん、みんなにとっていいもの、赤ちゃんにとっていいというものがみんなにいいっていう答えになるからね、やってみようということで、園の方はもうどうだろう、はい、スタッフの皆さんの、はい、空気に対する感想、はい、どんなこと言ってますか。はい、もう本当人それぞれなんですけど、あの、まあ、空気が軽いっていう表現をしていたりとか、うん、肌に、それこそ前回もお話ししたんですけど、肌に突き刺すような、うん、あの空気のなんて言うんでしょう、感覚がないっていう表現をしてる方もいたり、うん、息がしやすい、うんうん、それは美味しそうだ ね、うん、本当に呼吸するときにちょっと軽いんですよね、吸いやすいとか、うん、あとはもう本当に変な匂いがしない、匂いが分かりやすい、ね、分かりやすいですね、うんうんうん、あの皆さんこれどういう意味かというのは、まあ、じゃあ今の匂いの方から説明しますね、はい、壁が本漆喰になっているとツルツルしているように見えてちっちゃい穴がいっぱい開いているそうです、ね、そこにいろんな、空気が吸い込まれたり、または、気温によっては出ていったりという、はい、自然な動きを本漆喰がしてくれて、うん、空気を湿度を調整していると同時になんと消臭効果、うんうん、石灰っていう成分は、はい、そういうものを、うん、きれいにしちゃう成分です、うんうん、これ多分、うん、炭とか、はい、ね、あの、うん、匂い取る炭とかあるよね、うんうん、それから、冷蔵庫の中に入れておくと、はい、臭くなくなるやつ、はい、あれも炭とか石灰とかの由来の原料だと思う、はい、うん、化学薬品になっているかもしれないけど考え方すると多分そういう消臭成分、はい、うんうん、なので冷蔵庫入れますよね奥さん、あれ入れる気持ちで家全体もやっちゃいませんかって話ですね、うんうん、冷蔵庫の中が
開けた時は嫌だっていうのは匂いで改善するとわかるからね、はい、うん、もう、 あのうちも自宅も、うん、あの全部じゃないんですけど寝室とあとリビングと台所のあたり塗ったんですけど、うん、あの家に帰るとすごい軽いんですよ。あとは匂い全然しない変な匂いが一切ないのであら快適ですよ、ね、いつの間にやったの、はい、いつの間にか本当にさ忙しいのに、はい、いつの間に年明けですね。今年に入ってから正月、はい、あ正月ではないです。本当、はい、いや俺後藤あの毎週毎週こうして、はい、あの収録して、はい、ね、で今日はどうなんて LINE、はい、なんかしてると、うん、家塗ってるの俺気がつかなかった、はい、早技だね言うの忘れてました皆さんもうね手慣れたものですよ。ひょっとして、はい、直美さんとかもヘルプで入る感じ？今回入ってないんですけど、うん、あのまあ、スタッフも自分の自宅を塗りたいっていう人とかがやっぱり出てきてて、うん、まあね、日中は会社でそれこそ空気しやすいです、息しやすくて、ね、やっぱいいものっては勉強して知識もついたものなので、うん、より家でもってなりますよね。みんなじゃあ自分でセルフ漆喰を、ね、これからちょっと流行っていきそうな感じで、ひょっとしたらもうみんな夜中やってんじゃない？あのこれ自分でできちゃうぞシリーズっていうのが発展してったら、これは天体で皆様の住宅を改善できるサービスを発表できるような気がしてきた、はい、うん、その予定で今動いてます。これがね、はい、またすごいことになってきそうなので、まあ、春以降、はい、サービスの、ね、ね、リリースを準備し始めたんですが、はい、要するにみんなできるようになったら、はい、ね、株式会社天体、はい、本漆喰サービス事業部ですそうですね、ね、はい、うん、で保育士さんたちが施工できるとすると、はい、本当にママのカウンセリングできるじゃないですか。そうですね、はい、子供さん、ね、お子さんのお悩みとかもね、うん、ちょっとプチ相談受けたりとかもね、うん、あり得るでしょうし、やっぱり塗りに来る方がね男性だけよりも女性もお邪魔させてもらって施工させてもらうっていうのって、そうなんですよ。そういえば同じ女性としては来てほしいって思うでしょ、はい、だって普通壁塗りのおじさんに保育の相談できるわけないでましてや今までの、まあ、工事業者さんもみんなね気は使っているんですけど、はい、どうしてもね家に業者さんを入れる奥様の立場に考えてみると、ね、業者の人たち、うん、なんか汚れた靴で来ないでとか靴下こまめに変えてとかいろんなことを言われてるんですよこの業者さん。ちょっとねあの意地悪で言うつもりないんですけどあのそうすると奥様、はい、家の主、一国の城の主ですからね、はい、うん、そうするとあのそこのリクエストを叶えるためには、はい、女性施工は夢のサービスや、はい、おまけに保育の話題ができて、はい、保育園の相談だって当然プロですからねそんなことできたら皆さん発注しちゃうんじゃないのっていうストーリーですよ、はい、これ日本全国展開、なかなか新しいですよね、多分俺日本制覇できそうな気がする、はい、だって女の人の要望が今の日本を作ってるんですもん、はい、うんうん、商品開発サービス開発、うん、だって女子高生社長にした会社とかあったでしょ、はい、バカじゃないかと思うけど言うこと聞きすぎだねそれは、うん、でも今お家にいる、まあ、ママ、まあ子育てしているママ、はい、ここの意見を叶えます、はい、うん、っていう本漆喰、はい、サービス、はい、なるという話です、ね、それこそ受験シーズンなんかは、うん、赤ちゃんだけじゃなくてそれこそ受験生がいるご家庭から の、うんうんうん、あの発注オーダーとかも結構あるよっていうのを聞いたことがあって、その前にやってあげなきゃダメだよ、はい、受験勉強の時になって点数いきなり上がる期待してさ
壁塗るんだろうけどさ、はい、うん、まあ、確かにそうですね、日頃からねもっとね、もっと前から子供部屋をこうピカピカに空気にしてあげれば、やっぱり勉強も集中できる、はい、鼻呼吸も、ね、しやすくって、うん、脳の睡眠もね、はい、子供自分の部屋で寝るもんね、良くなったりとかね、うん、学習の質も集中力が上がるとかね、そうだから赤ちゃんのうちにやっちゃえば中学高校大学生まで、はい、ベストはそうですよね、ベスト、はい、ね、そうするといきなり受験の数ヶ月前に壁塗ってもね偏差値そんなに上がらないからだから、ま、緊急度がね高まってる時に商品サービスって欲しかったりするんですよね、人間ってさ早いうちから決断すればいいのに、ね、やっぱつまらないとギリギリできないとそれももちろん叶えますけどね、はいはい、っていうようなことを、これやっぱりママ目線の話題、うんうん、すごくね世の中には、はい、叶えられないと思った悩みがこういっぱいあって、うん、今回はトンシックで、子供さんの能力開発にもねつながっていくかもしれない、うん、そして健康が、家庭の中で確保されれば一番幸せじゃないですか、はいね、食べてるものとかお水にはこだわってるけど、うんね、毎日吸ってる空気にはそんなに気づきがないとかっていうこともね、うんうん、でも皆さんやっぱ赤ちゃん生まれると空気清浄機必ずは買わないとってなるじゃないですか、あの、ね、あのプレゼント届くんですよ2個も3個も清浄機いっぱい来ましたみたいな、うん、だから、まあ、気にしてはいらっしゃるんだと思うんですよね、うん、それこそ空気清浄機の他に空気を気をつけるものが何かあると思わないだけで、はい、でも漆喰塗ると本当に空気清浄機置かない方がいいよっていうぐらい勝手に空気を、ね、きれいにしてくれますよね、うん、はい、ということが実現できるものなんです、はいはい、ですので、まあ、あの空気清浄機はね、あのお手入れをしながら使わないと逆に、はい、その汚い空気が噴出してくる、はい、ということもありえますのでメンテナンスは注意してくださいね、はい、と。ただもう本漆喰にしちゃえば家全体が空気清浄機みたいな家になっちゃいますから、はい、24時間ずっとずっとですよ、はい、電気も使わないで電気を使わずずっと動いてくれています。で今あの匂いがなくなります。それから、カビ、うん、これはキラリと星空の時の、はい、うん、いきなりゼロになるのね。そうなんですよ、もう壁塗って2、3日してもう乾き始めて、うん、まあ、完全に乾くまで1週間とかかかりますけども、もう乾き始めたらもう数値がカビ菌ゼロ。ゼロって今も朝一で測るとゼロです、ね、うん。ゼロです、はい、うん。これはね、超わかりやすい、うん。何もしてないと漂っているそうですから、この空間を漂っています。うん、でも本漆喰の壁が全部それをこう吸い込んでくれている、はいはい、不活化してるっていう言い方でしたね。吸着したらば、ね、はい、もう不活化、そうすると死んじゃうわけです、はい、カビとかウイルスが不活化します、うん、で全部不活化しねえだろうと俺は思ってたんだけど、はい、ゼロなんですよ。これすごいよ ね、 いよね、うん、もちろんね人の出入りであの新しく持ってきたカビ菌とかはね、うん、増えたとしてもまた次の日の朝には漆喰が頑張ってゼロにしてくれてて、いい働きするなこんなに数値で出るんだと思ってびっくりしました、ね、はっきりと出ました。まずはカビに関してはこんなのもやらない理由はないな、うんうん、あのカビがゼロの世の中っていうのもありえないですから、うん、そうです ね、 ね、うん、必ずその日本は特に、高温多湿な時期になるのがね、うん、一番心配ですから、はい、やっぱりね必要です本漆喰、はい、で、あとはこのご時世やっぱりウイルスですね、うん、はい、はい、コロナに関してもやっぱり注意必要ですし、うん、今インフルエンザ、うん、まあ、あと夏風邪だってこじれると辛いしね、はい、はい、うん、っていうことになってくるとカビプラス、ウイルスも不活化しちゃうんですよ、はい、うん、これはスペイン風邪の話が俺納得した、はい、うん、スペイン風邪は何百年前だろう、400年くらい前だったかな、はい、うん、ヨーロッパで何百万人も死にました、うんうん、で、スペインの白い塗り壁の街が死なない街としてなぜだなって言われたお話、ね、今回の材料業者さんから聞いたんですけども、え、
あの壁がその人を救ったのって話だったんですよ。すごいよね。すごいですね。すごいよね。うんうん、だからよく考えたら今回のコロナウイルスをなくすのには世界中ホンシックにすればよかったね。うん、本当ですね。うん、それこそあの赤ちゃんとか子供いる施設とかでも、うん、あの手指消毒とマスクの強制じゃないですけどもすごくありましたよね、うんうん、保育園でも幼いお子さんたちをお預かりしている中でキラリと星空の場合はマスクも一切つけなくていいよっていう風に、うんうんうん、もう小さい子供がつけるっていうこと自体が難がありますし、うん、口を塞いでしまった時に大人でもマスクすると呼吸が苦しかったりするの で、うん、そういったところ一切しなかったですけどやっぱり手指消毒、うん、もうやっぱり未だにやってる保育園さんとかも見受けられるんですよ、ね、手が荒れない、はい、荒れますし、うん、必要な菌常在菌まで殺してしまうので、うん、免疫が下がってる方がすごく多いんですよね、うん、だからやっぱり幼いお子さんとか、まあうん、本当に大人もなんですけど手指消毒の強制とか、うん、あの辺はやっぱり空気の壁の方とかでねそれこそ空気環境を改善して、うん、手についてる必要な常在菌まで、うん、手指消毒で奪う必要はやっぱりないかなっていう考えですね思いますよ、うん、後藤はこれもちょっと疑問に思ったんですけど、はいあんなに消毒することは未だかつて世界中の人の人生で、ね、初めての出来事だと思うんだけど、うん手だけ消毒して済むわけないじゃん全身にいろんなものくっついてるんだから、はいはいうん、だからなんかこうやってると気休めになるんだけど、はい、もうね、それが頼りの綱みたいに思ってみんなやってるけどこの体の部分でここだけが全て司ってるわけじゃないので、うん、だとするともっと大きな目で見ると空気改善して、はいね、で消毒を超えるパワー、うんね、不活化してくれますと、はい、ってなってくるからさという話です、うんはいうん、まあそうすると、うん、これからまたねなんか変なウイルスが流行ったりすることがないとも言えないんですよ、うん、今からの時期はもうほんと花粉症ですよね、うん、あらそうだ、はい、ビッグキーワードだ花粉症がやっぱりもう自宅に施工してある方とかは、うん、家に帰るとすっごい楽になるっていうねなるほどね、塗ってないところだと花粉症状出るけど、うん、家に帰ると落ち着くっていうそうすると今キラリ星空のスタッフは会社で出来上がってるから、はい、今年ね花粉症状皆さん改善するといいなと思って、ねうん、これもちょっと皆さんの感想を集めてそうです ね、はい、教えてあげたいですよね春先ね、はい、そうすると家の方も金子さんはもうできてきたぞってことだから、はいね、私も花粉症はもともと持ってるんですけど外に出るとやっぱ感じるんですけど、うんうん、そう言われてみれば今年少し家に帰ってから全然いいなと思いましたねおうおうおうじゃあやっぱ職場と家と両方やれば、はいはい、そうなんですよ職場に行く機会と家にいる機会が多いので人生さとてもいいですねほぼ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 会社とほぼほぼ家、ねね、これでしょ全部、うん、まあ多少旅行に行ったりとかさホテルに行ったりとか、はい、これも仕方ないけど、はい、99% 会社か家にいるわけですから、うん、それこそホテルっていうので思い出しましたけど、うん、外資系が関わってるホテルってクロス使ってないんですよ、はい、東京あたりとかで言われてみると、はい、やっぱり金かかってるところ違うんだねいいホテルね外資系はやっぱりクロス使わないんだと思ってだから空気がいいんだ、うんうんうん、日本特有なんだなっていうのはすごく感じましたね、うん、なるほどね、いい外資系のホテルはさやっぱりもうレベルの違うことをやってて、うん、ね空気のさ循環も、はい、ホテル全体がもうなんかすごいフィルターに取ってって、はい、またいい空気だけ出てきますみたいなことをやりつつ本職だった、はい、それは部屋だね、部屋だクロス、まあ、でもクロス使ってないですねタイルとか、うんはい、違う素材ですね漆喰だったりとかだよそうだそう言われればそうだ面白いなそういう視点でホテルを見ることってあんまりなかったので、うんうんうん、だから世の中ねやっぱり分かってらっしゃる人はもうすでにやってます、はいうん、とんかつ社長がですね言ってました住宅業界の闇という番組で、うん、社長の家はみんな本漆喰になってますって言っちゃったそうなので建築会社さんは自社で販売している家が
クロスの家あるんだけど、社長自身は自分は本シックの家に住んでいる、これ正直だよな、まあ本音ですよね、うんうん、だから本当に原理が分かっていて、はい、効果が分かっている人はもうすでにやってますから、はいはい、ちょっとそのラジオ番組にあの YouTube あるのでちょっと貼って公開しますかね、リンク、はい、ね、皆さんぜひチェックしてください、はいはい、ということで、はい、今はあの皆さんねよく聞いたことあるけど、ここまでダーッと喋るともう納得するしかないでしょ、うん、あの個別にあるのよ、花粉のお悩みごとないですか、そんな動画あるよね、それからウイルスの話、困ってませんか、そういうあるよね、全部ここ本シックで全て解決っていう今回、動画になりました。ですので、まずは今日18日、はい、18日ここのところまず第1話こんなにいいですっていう話をずらっとしました、ね、で翌日明日の朝の分ではですね、さらにさらに続けていきますので、みんなちょっと見てくださいよ、はい、はい、続きます。